皆さんおはよう。今日は寒くて起きられません。寝てます。時間は朝の6時半。これから寝る人もいると思うけど、私はこれから起きます。昨日ね、そうか、まず春の不登校チャンネル見てくれてありがとう。昨日私が話した中ですごく大きな誤りがあったので、それをとりあえず直しておきたいなと思って今日は話をします。昨日地球が自転って言って自分でくるりと一日に回る速さを秒速1500km って言ったんだけど、それはねちょっと間違いで、そんな速さで回ったら遠心分離機みたいな速さなんですけど、時速1500km でした。それでもねすごく速く走ってると思わない？だいたいチーターの速さ、動物で一番速いって言われてるチーターの速さが時速、100キロ、100キロから120キロで、新幹線が時速500キロ。そう思うと新幹線っていうのは地球の上を時速、1500キロで走っている、地球の上をさらに時速時速500キロで走ってるんだよね。なんで吹き飛ばされないのかっていうと、これは慣性の法則って言って、電車の中で私たち乗ってるけど一緒に電車についていけるよね。だから私たちは地球っていう安全な乗り物の中に乗せてもらってるっていう感じかな。だからトラックの荷台に覆いもかぶせないで荷物を乗せといたら、それは窓が開いた乗り物に乗せられてるから吹っ飛ばされて飛んでいきます。だけど地球の上では私たちは大気に包まれて、それから地球の引力に引っ張られて、それで一緒に時速1500キロの速さで地球と一緒に動くことができるんだね。そう思うとすごく不思議なんだけど、まあそうやって人間ってこの地球っていう乗り物に乗せてもらって一緒に暮らしています。地球も一つの、素粒子でできて、たくさんの素粒子の一部でできてるから、そこにまあ一緒に素粒子として乗っけてもらってるってことだよね。私たちは自分一人で生きてるような顔してるけれども、実は宇宙っていう全体の中で一緒に生きている、素粒子っていう関係の中でつながってる。そうやってこうやってこんな布団の中からみんなにおはようとか言えるわけだよね。とりあえず今日は昨日言ったおバカな私の間違いを訂正するためにご挨拶をしようかな、ごめんなさいって言っとこうかなって思って、こんなところからご挨拶してます、話してます。これから私は去年会った友達に1年ぶりで会うので、これから起きて準備して出かけます。みんなもみんなの友達がいるかな。みんなは携帯でチャットをしたりして、もしかしたら世界中の人とつながってるかもしれない。でも私はそういう友達作れないので、本当に会っ
て生のお友達と話して、生のお友達とだけ付き合ってます。でも LINE もするし、SNS では外国の人ともつながってます。たまにはね、みんなみたいに上手には付き合えないけど、得意不得意があるよね。じゃあまた今度はそういうことも含めて、人間って何なのかなっていう話をしようね。私は起きるけど、みんなはお休み。また会おうね。